どうもこんにちは、世界的 VIP ゲーです。こちら OPPO A5 2020なんですけども、めちゃくちゃかっこよくないですか。これすごい気に入ってるんですけども、当然ながらですね NMP で購入したということで SIM カードがもちろん届きました。でこちらですね、お家でナンバーポータビリティっていう冊子が入ってたんですけども、開通作業をしないといけないんですね。今現在僕 LINE モバイル使ってるんですけども、そちらから IIJMIO に移行する作業をやらなきゃいけないんですよね。でどうやらですね IIJMIO のオンデマンド開通センターっていうのがあるんで、ここに電話をかけなきゃいけないみたいですね。でやり方なんですけども、まず電話をかける、そして音声ガイダンスに従い2番を選択後、乗り換え対象の電話番号と SIM カードの識別番号下4桁を入力して開通を行ってください。下4桁っていうのはいわゆるですね SIM カードの台紙が届きますんで、そこの下4桁のものを選んでいただくといいと思います。これ D タイプですね。そして A タイプは末尾の C を除いた下4桁ということになってます。ここを間違えないようにしなきゃいけませんね。で3番目、開通作業が完了してから10分程度で以前のご利用回線が使用できなくなり、新しい SIM カードが開通されます。端末に新しい SIM カードを挿してご利用してくださいということで、ちょっとねやりたいなと思います。でこちらの冊子にはですね、利用までの流れっていうのが書いてあって、まあ、SIM カードを入れて APN 設定をやらなきゃいけません。 Android だとこういう風に、まあ、親切に書いてくれてますね。 iPhone も書いてあるんですけども、 iPhone の場合はですね、どうやらなんかミオポンを入れて設定画面からプロファイルを入手していただくっていう形ですね。ちょっと変わってますね。というわけでやっていきたいと思います。お電話ありがとうございます。こちらは IIJMIO オンデマンド開通センターです。こんな感じです。お客様の発信者番号は弊社システムに記録いたします。あらかじめご了承ください。はい。 IIJMIO プリペイドパックの開通手続きの方は、これ2番ですよね。ナンバーポータビリティ開通手続きの方は2番。11桁の電話番号を入力してください。あ、11桁、あ、自分の電話番号入れなきゃいけないのか。 SIM カードの ICCID、はいはい、下4桁を入力してください。はい。携帯電話番号ポータビリティ開通手続きの受付が完了しました。あ、終わり。これで今から数時間程度で開通し、はい、以前の SIM カードはご利用いただけなくなります。はい。ご利用ありがとうございました。ありがとうございました。案外すぐ終わりましたよ。あ、こんだけか。これでですね、ナンバーポータビリティの作業が終了しました。まあ、すぐですね LINE モバイルの SIM カードが使えなくなるということなんで、ありがとうございました。はい。僕久しぶりにこのナンバーポータビリティの開通作業やったんで、あ、こんな感じだったっけっていう風に思いました。まあ、皆さんね簡単なんでぜひやってみてください。僕は本当にですね通話 SIM ってあんまり動かすことがないので、本当に数年に1回やるかやらないかレベルなんですけども、初心者の方でもですねこれ通りにやっていただければ非常にスムーズに進むんじゃないかなという感じに思います。開通手続きから10分もしなかったですね。アンテナピクトが立ちました。というわけで SIM カードが使えるように APN 作業をやっていきます。はい。こちら APN いっぱいあるんですけど、多分あるんじゃないかな。あ、ありました。 IIJMIO これですね。こんな感じになってます。まあ、最初から入ってるんで楽ですよね。よし、 OK。 来ました来ました。 4G しっかり掴みましたね。はい。ではスピードテストをやっていきたいと思います。はい、こんな感じです。アップロードめっちゃ頑張ってましたね。はい、というわけでですね、開通作業が終わりました。こんな感じですね。めちゃくちゃ簡単でしたね。まあ、初心者にアドバイスするんだったら、ここですね。2番のところさえ間違えなければ問題ないんじゃないかなと思いますんで、ぜひですね、やられてみてください。はい、というわけでですね、今回は IIJMIO の開通作業をやってみました。参考になれば幸いです。お疲れ様でした。